歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身の SNS を更新。自身からの遺伝かと思う息子勸玄君の顔について綴った。この日團十郎さんは歩くというタイトルでブログを更新し、勸玄君の後ろ姿や娘レイカちゃんと並んで走る勸玄君の写真を公開。勸玄君について、熊の話出ますがよく寝てますと説明し、私も中学生まではもっと熊すごかったんですよねと明かし、遺伝かなとコメントした。続けて稽古へと題したブログでは、今日の押し熊すべてやり直します。残念ながらと写真とともに報告。子供たちについて二人は稽古へ。と綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、全然気にならなかったです。目が大きな人が目立つのかも。チャームポイントに見えます。などのコメントが寄せられている。